た確執は2つあり元は自由民主党内の派閥、高知会における宮沢貴一と田中六助との対立を指した。その後、小沢一郎と梶山清六の確執も十六戦争と呼ばれた。後者は自民党の決闘依頼発の下野の演因の一つともなった。1951年のサンフランシスコ講和会議に全県図員として参加するなど、 秀裁官僚として、早くから将来を食目されていた、宮沢貴一に対し、田中六助が頭角を表したのは1970年の太平空デターによってである。この時、高知会会長の前尾重三郎を激しく非難し、大平正義に交代させた機運を形成した人物が田中であった。こうして、太平側近となった田中は、 1978年の第一次太平内閣で内閣官房長官として入閣、スポークスマンとしておしゃべり、六助の異名を取った。宮沢、田中両者とも毒舌家で敵も多く作ったが、秀才肌の宮沢と凶格肌の田中は同じ高知会に属しながら人脈が対照的となる傾向があった。前尾派時代も上記の通り、 大平系であった田中に対し、宮沢はあくまで、前を中心の派閥を指向していた。また、宮沢は同じ、大倉省出身の福田武雄に気に入られていた。一方で、福田のライバルである、田中角栄から嫌われており、逆に、田中六助は、角栄と、中曽根康弘との間を取り持つようなことができた。1980年、大平が、 現職の総理、総裁のまま休止する。それまで宮沢の名前は、総裁候補として、しばしば上がっていたが、田中は、それまで、主にトーム畑を歩んでいて、総裁候補として認識されていなかった、鈴木善光を担ぎ出す。鈴木は、田中角栄に近い立場として知られていたが、田中六助は、岸信介に根回しをし、 帰り図の境陣営の中核であった福田派の了解を得た。これにより、田中六助は鈴木内閣成立の立役者となった。鈴木内閣実現の功労により、田中は通商産業大臣に就任するが、内閣官房長官に起用されたのは宮沢であった。こうして、高知会の後継者をめぐり、田中と宮沢の間で競争が勃発する。その後、 鈴木善光と宮沢が遠赤関係を結ぶ一方で、田中は中曽根康弘に接近していった。宮沢との競争も加熱し、宮沢が主催する派閥横断的な議員グループ、平川会に対抗し、田中も新世代研究会を結成するなどを張り合った。1982年、中曽根総裁の下で、田中は政調会長を務める。一方で、 分派活動の懸念を受け、宮沢は、平川海座長を退き、新世代研究会は活動休止となった。ロッキード事件判決を受けた1983年12月の総選挙で、自民党が交代した後には、幹事長の二階堂進むが交代を余儀なくされたが、その後任には、宮沢と田中の名が取り沙汰され、鈴木愛と正義ら鈴木派としての宮沢推薦が、 中曽根康弘に袖にされる形で田中が就任している。この一連の経緯に憤激した鈴木は日海道、擁立構想に動くこととなる。しかし田中は幹事長就任後、病に倒れ1984年、東京女子医大病院に入院。二階堂擁立構想は崩れ、中曽根再任となるものの、病床で幹事長職の継続を断念。 1985年1月に糖尿病の悪化に伴う心筋梗塞で死去する。1986年に宮沢が高知会会長に就任したことで十六戦争は終わりを告げたのである。1969年の第32回衆院選で初当選した花の昭和44年組に含まれる小沢と梶山は共に田中派に所属したが、 前歴が大学院生で、世襲当選した27歳の小沢に対し、前職が、県会議長で43歳の梶山は、昭和のひよっこと呼んで牽制していた。1976年、かじやが、ロッキード事件で、逮捕されて保釈された、田中角栄を高知書で出迎え、その模様が、マスコミで大きく扱われたことから第34回衆院選で、梶山は落選。 第35回衆院選で帰り咲くが、当選回数が小沢より1回少なくなった。それでも小沢と梶山は共に田中に反旗を翻す形で竹下昇を総裁候補に担いだ、総政界旗揚げの立役者となるなど、深い名優関係にあった。両者との竹下花菜奉行に数えられ、派内で重きを成した。 同じく昭和44年組の羽田つとむと合わせて、平時の羽田、乱世の小沢、大乱世の梶山と将来の総裁候補に、なぞらえられた。しかし、1989年の海府内閣発足時、竹下は、小沢の幹事長就任に、まだ若いと難色を示し、年功序列を重視する立場から梶山を幹事長に押したが、 竹下派会長の金丸真の強い意向で、小沢が幹事長に就任。梶山にしてみれば、幹事長ポストを16歳も若い小沢に奪われた形となった。この一件で、以前からギクしャクしていた竹下と小沢の確執は決定的になり、小沢と梶山も対立するようになった。竹下派内は、金丸、小沢グループと、竹下。 カジヤマグループに分裂していくことになった。1992年、東京佐川急便から金丸へ行われた5億円の政治献金をめぐり、検察への徹底抗戦を訴える小沢に対し、カジヤマは政治資金収支報告書への申告漏れを認めて、早期の事態収集を図ることを主張した。金丸は、 収支報告書への記載漏れを認め、略式起訴による5万円の罰金で済んだ者の世論が、猛反発し議員辞職に追い込まれた。その後、金丸の後継となる竹下派会長をめぐって、竹下の側近中の側近、小渕恵造を押す梶山と羽田勤とを押す小沢の対立が激化。結局、竹下の働きかけにより、小渕が後継会長に就任。 小沢はこれを不服として、羽田、渡辺光造、奥田慶和とと共に羽田派を旗上げ、竹下派は分裂した。小渕会長実現の論考交渉で、幹事長となった梶山は、党内を小沢派と、半小沢派に色分けし、さらに党職員に対してもどちらにつくか迫った。このことに対し、当時自民党広報局長だった、浜田孝一が激怒したと伝えられる。 党内反主流派に追いやられた小沢らの新政党旗上げに伴う自民党離党により衆議院議席数の半数を割った自民党はゲイや梶山ら党執行部は責任を問われる形で退陣する小沢は梶山政六元内閣官房長官の対立が背景にあるとして16戦争などと報じられましたがあれはマスコミが名付けたことであって本質は 僕と竹下元首相との戦いでした。形成会を半分に割ったんですから、と解雇している。1994年に小沢が新進党を作りに大政党制を模索すると状況は一変する。日米地位協定問題などで当時の社会党に不信感を抱いていた。 官房長官の梶山は一転して、小沢ひととの連帯を模索し、旧国内閣を提唱主題の小沢嫌いで、知られた、野中広武と対立するようになる。梶山や亀井静から頬派は,は小沢率いる、新進党との連携のため、自社左派の加藤光一幹事長の更迭を求めたが、橋本龍太郎首相は、最終的に自社左派につき、 加藤の幹事長留任が決定。このため梶山は官房長官を辞任。自社左派についた竹下矢の中との関係は悪化した。1998年、参院選敗北の責任を取って橋本が退陣。竹下矢の中が押す小渕光景の動きが表面化すると、梶山はそれに対抗し自ら総裁選に出馬。前線したが小渕に敗れる。 そのオブチがかつて梶山が唱えた、小沢率いる自由党との連立を実現させたのは皮肉である。2000年4月1日、小沢は連立からの離脱を表明した。翌日にはオブチが脳梗塞で倒れ、5月14日に死去した。2000年6月6日、梶山が死去したことによって、この戦争は完全に消滅した。ありがとうございます。